もさ、祭り先輩、そのフォロのご機嫌麗しで思い出したけど、祭り先輩さあ、なんか祭り先輩なんかすごい寂しんぼだったの。いつもはなんかノエルよしよしみたいな、いつも頑張ってるねよしよしみたいな、すごいね先輩お姉さんムーブなのに、なんか前回はすごいさ、なんかね頭にすごいキスしてくるんよこれ話していいのかな。まあ、でも本人もさ、なんかツイッターというかなんか言っとったからいいけど、だからめちゃくちゃこう大胸筋触ってくるんだけどなんかねすごいね大胸筋触ってきて、しかも後ろから頭をキスしながら大胸筋触ってくるの。大丈夫、あって、え、大丈夫で、びっくりしたそう、配信始まる前なのになんかすっごいドキドキしちゃってさ、しかも触り方がもうね、ちょっとここにコロコロキッズくんがいたら、ちょっと今聞かないでほしい、ちょっと刺激が強すぎるかもしれんけど、なんか今まで団長学び屋時代からずっとなんだろう、触られるというか、そう、女子大だったからさ、なんか女子大でやっぱそういうスキンシップ多かったから全然慣れてるんだよね。そう、慣れてて全然触りたいんだったら触ってもええでみたいな感じなんだけど、もちろん女の子にはね。でもなんか祭り先輩の触り方がやばくて祭り先輩の触り方がほんと過去最高にやばくて、ちょっと本当にね、なんかやっぱあれだった、やっぱもみ慣れてるんだなって思いました。そう、本当にあんな触り方をしたのは、そう、触り方されたのは初めてだったね。びっくりした。うんうん、じゃあみんなどんな触り方だったかはみんなのご想像にお任せする。